セルゲイ・バ・ガプシュは、現在一部の国家から承認されている、アブハジア共和国の政治家、同国大統領を務めた、大学在籍時、ワイン工場、国営銀行の集金人として働く。1972年、モクフスクセイユソフホーズ農業課長、軍務を経た後、コムソモールの仕事に入り、コムソモールアブハジア衆院会教官となった。1978年、 コムソモールグルジア中央執行委員会情報班、副班長、労働、農業青年課主任。1980年、コムソモールアブハジア州委員会第一書記。1982年、グルジア共産党、お茶むでレ地区委員会第一書記。1992年、アブハジア自治ソビエト社会主義共和国閣僚会議、副議長。1993年、 アブハジア共和国閣僚会議第一副議長。1995年、アブハジア共和国第一副首相。1997年4月29日から1999年12月20日、アブハジア共和国首相。1999から2004年、国営会社、チェルノモルエネルゴ社長。2005年1月12日、 アブハジア共和国大統領に選出、同年2月12日に就任。大統領在任中の2011年5月29日、モスクワ市内の病院にて、肺がんの手術中に心不全を発症して休止。62歳没。ありがとうございます。